オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフミキです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は7月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは7月第2週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。飲料販売業者、流通業者がリサイクルのためのデポジット制度導入を訴える。7月6日土曜日、10日水曜日にブリュヌ・ポワルソン国務大臣、環境連帯移行大臣付き副大臣によって循環経済と浪費に対する法案が提出されるのを前に、ル・ジュルナル・デュ・ディマンシュ氏に飲料製造業者及び流通業者の代表者が連名で、ペットボトル・缶飲料の容器リサイクルのためのデポジット制度導入を求める声明を掲載しました。ツール・ド・フランス2019開幕、第3ステージはフランス人アラ・フィリップが区間優勝。7月6日土曜日、フランスやその周辺国を南北に駆け抜ける世界的な自転車レースツール・ド・フランス2019が開幕し、激戦が繰り広げられています。フランスは健康意識が高い。国民の8割が病気予防のため生活習慣に気をつけている。7月8日月曜日、現地メディアの依頼で民間の調査会社オドクサが行った最新の調査によると、日頃から病気予防のため生活習慣に気をつけていると答えたのはフランス人の実に 80% に上るとの結果が明らかになりました。運転中の携帯通話、違反が見つかれば一発免停に。7月8日月曜日、運転中に携帯電話を手に持って通話していた際に交通規則違反を犯した場合、即免許停止になる可能性があると現地メディアが一斉に報じました。フランス発のすべての航空券に環境税を課税、2020年スタート。7月9日火曜日、エリザベット・ボルヌ国務大臣、環境連帯移行大臣付き交通担当大臣はコルシカ島及び海外圏行きと乗り継ぎ便を除くすべてのフランス国内から出発する航空便の航空券に対し、2020年から 1.5 ユーロから18ユーロの環境税を課す方針を表明しました。フランス、子供への体罰法律で禁止に。7月11日金曜日、7月2日にフランス国会で満場一致で可決された子どもの体罰を禁止する法案が本日施行され、しつけという名の子どもへの暴力が禁止となりました。7月14日はフランスの夏の風物詩パリ祭、軍事パレード、今年は欧州色全面に。7月12日金曜日、毎年7月14日に開催されるパリ祭ですが、今年もパリ・シャンゼリゼ大通りでは恒例の軍事パレードが行われます。今年はヨーロッパ色が濃いパレードになりそうです。
続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はフランスは健康意識が高い、国民の8割が病気予防のため生活習慣に気をつけているです。7月8日月曜日、現地メディアの依頼で民間の調査会社オドクサが行った最新の調査によると、日頃から病気予防のため生活習慣に気をつけていると答えたのはフランス人の実に 80% に上るとの結果が明らかになりました。アンケート調査では全回答者の 80% の人が生活習慣病などの予防のため日頃から健康的な生活を送るように心がけていると答え、国民の健康への意識が高いことが分かりました。具体的には、1日あたり 1.5 リットル以上の水を飲む、多くの野菜を食べる、スポーツをするなどです。また 70% 近い回答者が看護師など医療従事者から得た正しい情報を持っている、そのような情報に敏感であると答えています。この調査では、世代間によって病気の予防に関する知識量にばらつきがあることも明らかになりました。生活習慣病などの予防に対して十分な知識を持っていると回答したのは65歳以上の人が 77% だったのに対して、18歳から24歳の若者は 61% と 16% もの開きがあります。また今回の調査結果は、人々の生活水準が病気の予防に大きな影響を与えていると発表しています。富裕層と貧困層では、生活習慣に気をつける、健康的な生活を送ると答えた割合に 10% の開きがあり、生活水準の違いが病気の予防に対する情報の量に大きな差を生んでいることが分かりました。より多くの人が健康的な生活を送るようにするため、 84% の人が、医師や薬剤師などの医療従事者がこのような問題に対してさらに意識を高め、人々へ伝えていくべきだと回答しています。また、医療従事者がこれらの役割を十分に果たすための時間を確保するためには、医療従事者の給料を上げるべきだと 82% の回答者が答えています。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。 La santé en France、 80% de la populationFais attention à ses habitudes de vie pour prévenir les maladies. Selon la dernière enquête réalisée par une société de recherche privée, Odoxa, à la demande des médias locaux, lundi 8 juillet, il a été révélé que près de 80% des Français ont déclaré qu'ils étaient attentifs à leurs habitudes de vie quotidienne afin de prévenir les maladies.Selon l'enquête par questionnaire, 80% des personnes interrogées ont répondu qu'elles essayaient de mener
une vie saine tous les jours pour prévenir les maladies liées au mode de vie. Cela montre à quel point les gens sont sensibles aux problèmes de santé. Par exemple, ils boivent plus d'un litre et demi d'eau par jour, mangent beaucoup de légumes et font du sport. En outre, près de 7 Français sur 10 se disent bien informés et sensibilisés, surtout par leurs soignants. L'enquête a également révélé que les connaissances sur la prévention des maladies varient d'une génération à l'autre. 77% des personnes âgées de 65 ans et plus ont répondu qu'elles avaient une connaissance suffisante de la prévention des maladies liées au mode de vie, contre 61% pour les jeunes de 18 à 24 ans, ce qui fait un écart de 16%. En outre, les résultats de cette enquête indiquent que le niveau de vie des personnes a un impact majeur sur la prévention des maladies. En effet, on retrouve un écart de 10 points entre les classes pauvres et les classes aisées concernant la proportion à faire attention à sa santé et à avoir une vie saine. De plus, le niveau de vie joue un rôle sur la différence d'information concernant la santé que possèdent les gens. Pour améliorer la prévention, 84% des Français estiment que les médecins et les pharmaciens doivent faire plus de sensibilisation et mieux informer les gens. En outre, pour garantir que les personnels soignants disposent de suffisamment de temps pour remplir leur rôle, 82% des répondants estiment qu'il faut augmenter leur salaire. セバスチャン先生、ありがとうございました。日本も健康長寿をテーマにしたテレビ番組が数多く放送されていますが、フランスも健康への意識が高いですね。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は、日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。
試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。